東京ヴェルディベレーザの岩清水です。宇津木です。ベレトモスタートです。え、あ、ちょっと、スタートですの。こちらでございます。ね。まさかのマンションでございます。はい。じゃあちょっと行きましょうかね。はい、行きましょう。失礼します。分かったらもうどんどん。先生ここ濡らすんですか。先生。質問がどんどん来ます。お願いします。はい。歌をちょっと少々お待ちください。聞こえました。はい。そうです、手前です。はい。あ、あ、嫌な音がしました今。なぜか興奮しております。一番大変そう。あ、でもいいかも。皆さん作ってみてどんな感じですか。初めて作ったけど。これがさ、これからどうなるのかな。まだわかんない。たくさん磨きました。磨いたけど頑張ったけど、ツヤツヤになるってことでしょ、これ。そう、高級品です。だいぶ綺麗になりました。見て見て。軽くやらないと。お、難しいやつ。広くやると取れちゃう。光沢感が出ました。急にめっちゃ別個。楽しかったですか。めっちゃ綺麗。うわー、すごい。もうそれマジで一つきりしか見ない。本当ですよね。可愛い可愛い。相手が相手が。これじゃ見てください。やってる私。私やってるよ。自分のに愛着湧いちゃった。全然見てない。乗ってきたんじゃないでしょうか。大丈夫見てないか大丈夫。バレてないです。削ってみてどうでした？楽しかったです。なんか最初やってたけど、どんどん楽しくなって集中してた。のめり込んでた。これもだからこういう食べるなんだよね。私は東京です。そっか。大だから。国内で試合をする大会をすることがない経験がないから。国内でないです。逆にそれすごいですね。あ、こっちからするとね。親善試合とかありますけど、海外で合宿大会っていうのが日本なんですけど、どういう感じなんですかね。そうですね。東京オリンピックは国内っていうのはありますけど、無観客試合になったので。そうなんですよ。選手村ってどんな感じなんですか？めっちゃ広いよね。一つの街みたい。マンションがいっぱい建ってますよね。日本の塔もどこそばの塔みたいになってて、それに入ってでご飯の場所が一緒なんですよね。フードセンターじゃない。全国というか国がはい。でアジアンフードをなんかこう。ヨーロッパとかいろんななるほどなるほどチームみたいなのバーってやってトレー持って歩くみたいなしてください。さあどうでしょうか。キラキラね輝いてますね。いい感じでございますが、ちょっと森さんどうでしょうか。次の作品上手でございます。いい感じ褒められた褒め物になります。最高の褒め言葉いただきました。ああ、いや、一回しないとここを見せる。ここからカメ置いた方がいいんじゃないですか。カメに集中してここから茶色を見せる。かわいい。うわ、上がる。これはうわ、それじゃ思った。私も思いましたね。大丈夫でしょ。ぜひ送ってください。あ、見たい。